はい、先ほどの続きでこれなんかボールのカットサンプルがこう、はい、なんか何気に置いてあるんですか。はい、はい、今回ですね、あの今年から出ましたあのクロムソフトとクロムソフト X にはですね、はい、すごい素材が入ってまして、うん、グラフェンって聞いたことあります。はい、はい、でグラフェンっていうのはですね、もう世の中で存在する物質でですね、最も軽くて強い素材。そうなんですね。でそれをですね、このボールのアウターコアに入れることによりまして、まあ、今までなかなか難しくできなかったコアを、インナーコアを大きくするということに成功しました。つまりこの大きさがこうなっちゃった、ね、はい。でつまりボールのこのインナーコアの役割と しましては、はい、やはりあの、まあ、車で例えるとエンジンの役割になりますので、はい、やはりコアを大きくすればするほどボールのスピードが上がると、あという特徴がありますので、やはりあの我々としてもコアをどれだけ大きくするかということに、まあ、いろいろ素材を探したりとかですね、今まで苦労してきたところなんですけども、今回初めて、はい、グラフェンと出会うことによってこのような大きなコア手に入れることができました。じゃあこのグラフェンを採用したっていうのはものすごいことですか。そうですね、まあ、業界でも初ですし、やはりこの、グラフェンを搭載することによって、まあ、強さを保ちながら、やはりソフトなフィーリングを持ってるっていうのはこのクロムソフトシリーズの良さですので。これも稲葉さんはもう打たれ打ちました。どんな印象ですか。やはりですね、初速の体感、うん、はい、これはもうすごいものがありますので、はいはい、ぜひ皆さんに使っていただきたいと思います。なるほどですね。だってこれこんな大きさ違うんですよね。もう目で見て分かりますよね。もう全然違うところ、もうこの大きさの違い、はい、これができなかったんですか今まで。そうですね、やはりあの簡単に大きくすればいいじゃないかって思いますけど、いいす、ね、やはりゴムですので、うん、やっぱり中でバーストしちゃう、要はゴムがこう破裂しちゃうんですね。でじゃあそうしたら今度硬くすればいいじゃないかと、破裂しないように、うん、そうするとやはりこのボールが硬いとスピンが多く入ってしまったりとか、うん、今度デメリットとのこう悪循環で、なかなかそこまでいかなかった、うん、まあ、ということでその新素材グラフェン、はい、これが入った新しいクロムソフト、うん、クロムソフト X も入ってます、ね、はい、そうです、はい、ぜひ皆さんもうスリーブで販売してますので、はい、お試しいただきたいなと思います。今日はお二方ありがとうございました。ありがとうございました。